っぱわざわざ来たくなります、この遠い地まで。確かに、うん、北海道サウナ旅、いよいよラスト4軒目でございます。早いですね。あっという間ですね、うん、さあということで、はい、今回、最後の4軒目でございますけど、うん、お邪魔する施設さん、はい、こちらでございます。寒月園、はい、まあ帯広だったり、うん、この十勝のエリア、サウナをこう力入れてどん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 こうサウナでお客さんをこう誘致したいなっていう施設さんとかもたくさんあって、はい、でまあここの寒月園さん、はい、まあもちろんこう日本国内、はい、いろんなところからこうサウナ好きの方が集まる場所だったりもするんですけど、もちろんこの地元の方々もやっぱり足しげく通ってる、はい、まあローカルにも愛されているサウナがあるということで、なんかね外気浴が絶景らしいですよ。そうなんですか、はい、北海道ってだいたい絶景なイメージあるけどそこはでもそれも特に絶景だっていうぐらいのところですね、うん、まあ先週も先々週も多分絶景だったと思いますけど、またここはここで、いやもちろん期待してください。はい、ということで、寒月園の平田さんです、はい、よろしくお願いします。今日はお邪魔します。はい、ありがとうございます。平田さん、僕ら今日初めてお邪魔するんですけど、はい、寒月園のこのサウナ、なんかいいサウナがあると聞いたんですけど、そうですね、ちょっと特徴とかも聞いてもいいですか。はい、フィンランド式でセルフロウリュになってます。他にもなんかこうおすすめのポイントとかあったりしますか。そうですね、あと水風呂なんですけども、はい、そちらの薩内川、薩内川、はいはいはい、そのいつも飲み水でも利用できるような、はい、水を使ってます。はあ、じゃあ薩内川の飲めるお水を水風呂に。そうです、ね、はあ、じゃあもう汲み上げてるんですか。へ、すげえ。なんか外局の景色がなんかすごくいいって聞いたんですけど、で、ね、はい、で日高山脈とですね、はいはい、であと十勝川、うん、はい、あと今ですと丹頂鶴ですとか。え、丹頂鶴が見れるんですか、はい、外局。白鳥も。白鳥も、すげえ。すごいですね。あ、いいですね。で、日本一のサウナ。うわ、かっこいい。そうです。今思ってるのこれ何ですか。はい、サウナパスポートを取りました。で、こちらですね、十勝管内で利用できる券になりまして。十勝のエリアで利用できる。はいはい。あ、じゃあ十勝一帯でサウナを盛り上げようっていうのをやられてるんですね。あ、でもこういうのでもサウナ旅の時いいですね。いいですね。うん、これ買って、はい、まあ、あ、この施設で使えるってことか。そうです、ね、あ、結構ありますよ、11施設。あ、寒月園さんもあるし、あ、牧場の家もある。あ、じゃあこの11の中からこう、まあ、4つ入れるこのフリーパスケっていうか、はい、チケットがあると、はい、ね、あ、いいですね。3月いっぱい。3月いっぱい、はい、あ、いいじゃないですか。なんかもう、更衣室もちょっといい感じですよね。いい感じ、ね、小上がりもあるし、ちょっと清潔感が ね、やっぱり素晴らしい。この上がったとこ、はい、ね、小上がりのこう畳になってるのが、休憩スペースがあるのめちゃくちゃいいですよね。いい、私、あったかい。あったかい、うん、裸になっても寒くない。そう、これ大事です。これね、はい、簡単なことですけど、ありがたいですよね。いや、もう嬉しい、脱いでも全然寒くないっていうのがポイントです ね。思いやりが、はい、温度の思いやり、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、じゃあ行きますか。はい、行きましょう。行きましょう。お邪魔します。もう見えちゃってるんですけど。ね、もうすでに見えてますけど。もう綺麗。うん、うわー、いいね。いいですね。へー。あー、天井のね、このキャンバス抜けがすごい気持ちよくなる。すごい。はいはいはい。で、洗い場。はい。はい、あ、シャンプー、リンス、コンディショナー。種類結構ありますね。3種類。これ嬉しいですよね。酒粕美容パックとかありますよ。ある、すごい。え、なんか歩くやつがある。歩行湯。あ、すごい。歩行湯。歩行湯ある。ち
しかもなんか足つぼを刺激しながら、ね、ちょっとあのドイツのスパ的な、あ、思い出しますね、ガトーキングダムにもありましたけど、そしてあ、あれかサウナだ、横に水風呂、水風呂、ほう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 、え、8.5度、うわてかもうここちょっといいですか、冷たそう、キレッキレです、キレでしょうね、ドシングル、え、この水風呂が、これがさっき言ってた、あ、ほら清流日本一、すごい、あ、そもそも十勝川温泉の水道水が一級河川の調査で日本一に選ばれる、すごい、まあ薩摩川がやっぱ綺麗なんですね、もうこのしぶきが絵から伝わってきて、もう、ね、なんかもう迫力にやられちゃいそうなんですけど、こっちに入りそうになる、シャーってなってる感じがね、すごい、うわ、早く入りたいですね、景色やばいっすね、うん、ちょっとだけ見てみます、行きましょう素直だな、はい、はい、行きましょう、行きましょう、ちょっと、おあーおあーおお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 おちょっと急に急にどうした？いやいやいや、このね絶景を見ながら整える、そしてまた雪もあるっていうね、いいじゃないですか。いいね、寒全然話聞いてないね。寒く、え、マジで？俺の話。さあ、みさきさん、はい、体も洗って、パックもしたことで、え、ツルツルですか？ツルツルです。もうちょっとあのせっかくなんでここ一周してサウナ室行きませんか。行っちゃいますか。動線上にやっぱあるんで、はい、多分皆さんやってると思うんですよ、地元の方も。じゃあちょっと、はい、お願いします。お願いします。はい、あ、待って、石が本当に結構ちゃんとしてる。これ踏むと痛い。あ、本当だ。いやあ、ららら。痛い。なるほど。これ手すりないと。結構きますね。痛い。手すりなしだと結構痛いですか。手すりなしだと。そうですかね。あの真ん中でも、ね。あ、でも全然全然、はい。全然まあまあまあ普通、ちょっとまあ来るかなってぐらいですかね。手すりダメです。え？手すりダメです。手すりダメ。はい、うん、どうっすね。おおおお。お、なるほどなるほど。ああ、あのね、オッケーな、あ、ここダメだな。ここ危ない。あ、なるほど、わかった。これで乱れて整うんだ。じゃあ、お邪魔します。はい、わー、素敵ー。わ、あ、すごいいいじゃないですか。あ、広い。ちょっともう私面白いの、はい、見つけました。見つけました。はい、ちょっと一旦座りますか。あそこって、うん、テレビがあったんじゃないですかね、昔。違いますか。本当だ、なんか暖炉みたいな感じで今薪を組んでますけど、違うかもしれないけど、確実に、いやそうですね、テレビ置いてますね、これテレビがあった痕跡がすごいいいじゃないですか。素敵、面白い、ね、でしかもこれ、はい、まあ、L 字でちょっと、まあ、なんだろうな、うん、まあ、でも程よく広さありますよね。ありますね。10人以上は全然余裕でゆっくり座れる L 字のサウナ室で、僕気づいたのが、はい、窓、これ全部遮光してますね。本当だ。ちょっとこの 3をつけたり、入り口の窓とか見てください。だってあれカーテンですよ、うん、あえて見えないように変えたんですね。改造したんですね。なんかこの、多分もともとあったこのライトに、ね、ちょっと黒いこういうシェードつけて、うん、光があんまり入らないようにするっていうと、どっちかというとメディテーション系のなんかね、はい、テーマで、いい、すごく素敵です。僕好きですよ、こういうもともとあったものをなんかこう全て取っ替えるんじゃなくて、アイディアで焚き火にしたり、うんうんうん、クルームをつけたりって、この
程よい穏やかさを作ったってことですよね。そうですね。なんか昔ながらのサウナだったのかなっていうのはこう面影があるけども、感じられますよね。はい、なんかいろいろこう試行錯誤されて、観月園のスタッフさんがね、なんか落ち着くサウナにっていうのをこうやったのかなっていう。どうです、ロウリュ今してないですけど、程よくこう湿度もあってね、温度帯も激圧でもなく、はい、低すぎくもなく、すごくいい温度帯じゃないですか。いいです、これ普通に入ってたら結構汗かくね。気持ちいいですよね。非常にいい環境ですよ今の。いいサウナ室ね、うん、あ、いいな、面白い。でここからじゃあロウリュをしていくことで、はい、またどう変わるのかっていうことですかね。美里さんの席がドンピシャでまっすぐ上がってきた蒸気当たるところなんで、はい、超暑いと思います。ここ気持ちいいです。あ、でもこっち側の席は美里さんの席じゃない、この僕側の席はね、ものすごいまったりとしたマイルドなあったかい蒸気がゆっくり流れてます。こっちはこっちでまた気持ちいいですね。全然なんだろう、暑さが足りないっていうわけではね、全くなくて、もうむしろ逆にそこはロウリュで調整できるし、ね、で程よいこの温度帯、もうちょっと寝る前に低い温度でまったりこう温まってお布団入りたいなっていう時はこの1段目とかね、2段目で多分調整できるだろうし、やっぱねサウナのこの理解と土壌がやっぱ北海道やっぱすごいっすね。なんかこう映えじゃないですけど、そういったところじゃないこの本質的な楽しみの理解度がやっぱすごくねお持ちの方がなんか多い気しますね。で多分ユーザーも本当にサウナ好きだろうし、やっぱこの寒い地域だからこそ温まるっていうことに対して、サウナで温まるっていうことに対してやっぱすごく他のエリアよりもやっぱこう、まあ、フィンランドじゃないですけど、やっぱそういう感じでこう寒い地域の方が理解だったり土壌はずっと長い時間かけて育まれてきたんでしょうね。でもそれでこうサウナを盛り上げてくれるっていうのがすごいことですよね。そうですね、嬉しい。やっぱわざわざ来たくなります、この遠い地まで。確かに、うん、Thank you.
雪雲。おお、いいですね。ロウリュしてるわ。いや、気持ちよかったですね。気持ちよかったっすね。なんか、うん、あのめちゃくちゃシンプルなんですけど、うんうんうん、すごく良くないですか、サウナ室。良かったです。なんかね、全部がちょうどいいなって思えるというか、ね、特別ね、なんかこう派手さとかがあるわけじゃないんだけど、そう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 、なんかやってることはちょっとシンプルなんだけど、うん、ものすごくこう満足度があって、リラックスした状態でいいセッティングの中温まれるっていう、めちゃくちゃいいサウナ室、うんね、やっぱりなんかこう最近思うんですけど、こうちょうどいい真ん中のもの作るって一番難しいと思うんですよ、うん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 、なんか派手さがないっていうか、そうですね、なんかそういうものに頼らず本当に気持ちいい空間を作ってくださるサウナってやっぱり遠くまで来てもいいなって思いますよね。あと水風呂も良かったですね。良かった。もう本当にドシングルのキレッキレの、うん、ね、もうすすりまくりましたね。そうですね。でも結果ちょっとこう冷たすぎるって思うかもしれないですけど、あの逆に冷たいからこそ、うん、あまり長く入れないじゃないですか。入れない。だからさっとこう毛穴を閉じるぐらいの、うん、本当もう数秒とかでもいいと思うんですよ。さっと上がったことでこの気温の外気浴が楽しめるってい う, いすごい。もう全部だから水風呂の温度帯のセッティングも景色を楽しんでもらうために、うん、あれが18度ぐらいだったら逆に水風呂で整いが始まっちゃってここで寒いと思うんですよ、うん、景色楽しめない。そうですね。さっと閉じることで毛穴を閉じてここでゆっくりこうクールダウンできるっていう絶妙ですよ。絶妙。動線も完璧だし、で寒くなったら私たち今ね、今みたいにそう風呂入って、そう、しかもね、うん、僕モール温泉大好きなんですよ。大好き。これトロトロですよ ね。しかもこれモール温泉ってあのめちゃくちゃ貴重っていうか、うん、フィンランドの湖、僕らサウナ入ってこう飛び込んだじゃないですか、はい、うん、あの湖もモールなんですよ。これめちゃめちゃあの成分もすごくいいですし、温泉としても使えるんですけど、これ冷やしてモール泉水風呂作ってほしいんですよ。あー、モール湖みたいな。そう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 、はい、そしたらもうフィンランドの湖みたいな感じなんですよね、はい、あの温度帯的には、うんうん、なんかねこれを使ってもっとこう湖なんか水風呂の幅、十勝帯広エリアにしかできなかったりするんで、ここが一番やっぱモール線が出てるエリアなんで、なんかねそういう広がりもあると面白そうですよね。素晴らしかったですね。いやー、北海道サウナ旅、今回4軒目です。全体でいかがでした？いろいろ回ってきましたけど、これまでも何度も何度も北海道来てますけど、うん、なんか来るたびに全部違う施設行くじゃないですか、はい、で行くたびに全部新しい何かがあるっていうか、うんうんうん、北海道はそのサウナをどれだけこう抱えてるんだろうっていうのもなんか驚きます。そうですね。だって似たようなねサウナがたくさんあるのに、北海道に来ると全部違うものがあるっていうか、うん、なんかそのお店ならではの個性を存分に生かしたものがあるじゃないですか、うんうんうん、なんかこう人と比べてないんだな、うんうん、北海道って人と比べずに、そうですね、なんか本当自分たち の, その施設でやりたいことをみんな自由にやってんだなっていうのがなんか生き方としても羨ましいなって思います。そうですね、確かにな、うん、なんかもう同じこう国内、そして北海道エリアなんですけど、ここだけでもう何カ国もサウナ旅させていただいているような、このなんか奥行きの広さ、うん、時間足りないですね。ぜひちょっと道の、あの、はい、道の方にぜひ、あの、来年もぜひ、まだまだあのたくさんみんなにあのお知らせしたいサウナあると思いますんで、はい、ぜひキュンちゃんと3人で行かせてください、はい、そしてぜひ北海道に行ってほしいですね。そうですね、あのぜひあのこの広い北海道でサ旅としてね、なんかこうゆっくり時間をかけて、うん、あの日帰りなんかじゃなくて、気の合う仲間とか家族とかとぜひ遊びに行っていただきたいなと。これだけは言えますよね、北海道にいくら時間を割いても絶対に後悔しない、うん、今回もいい旅をありがとうございました、うん、ありがとうございました。寒月園さんもいいサウナありがとうございました。ありがとうございます。
ぜひ皆さん北海道サウナ旅遊びに来てはいかがでしょうか。ありがとうございました。マグマンペイの後ほどサウナで。